こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。連続マル人事件を犯した平成の毒婦、筧千佐子、について解説するぜ。筧千佐子って確か、毒物を使って結婚相手や、交際相手をお金目当てで泣き物にした女だよね。ああ、リアル5歳用の女とも呼ばれていたな。まるで映画やドラマの話みたいよね。それにしても次々と交際相手が現れるなんて、筧千佐子はよっぽど魅力がある女だったのかな。まあ見た目だけで言えば疑問に思うよな。だが数々のテクニックで男性たちをもてあそび、結果的には4人の命を殺めているが、起訴されていないだけで、実際にはもっと被害者がいるとも言われている。今回はそんな筧千佐子の生い立ちから犯行に至るまでの経緯、そして現在の情報まで掘り下げていくぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まずは筧千佐子の周りで不審丸を遂げた男性たちを時系列で解説していく。筧千佐子は1994年、T シャツのプリント加工会社を営んでいた最初の夫が丸坊。夫の2000万円の生命保険金で会社の借金返済をした後、1998年には結婚相談所に登録し、交際相手を探すようになっていくんだ。2005年には結婚相談所で知り合い交際中だった南淡路市の男性が亡くなっている。夫の生命保険で借金返済してからすぐ結婚相談所に行くなんて、怪しさ満載だわ。2006年5月、筧千佐子は兵庫県西宮市の男性と再婚したが、同年8月に男性は亡くなってしまった。最初の夫が亡くなった後、お金目当てで次々に交際相手を探したようだけれど、なぜお金に困っていたのかな ?2007 年に先物取引に手を出し、3億円もの損失を被っているので、損失を埋めるためにお金が必要だったのかもな。さらに同年12月には兵庫県神戸市の交際中の男性が倒れ、緊急搬送されたが、2009年5月に亡くなってしまった。怪しまれなかったのかな?この事件直後は事件性が疑われなかったので、検査もされなかったが、体内の酸素が機能しなくなる性マル化合物特有の中毒症状が出ている。男性は投資が趣味だったが、その影響で筧千佐子も投資に興味を持ったという。筧千佐子は自分も投資をするため、男性から4000万円を借りていたが、男性が倒れた当日は、返済の約束の日だったんだ。お金を返すはずの日に倒れるなんて、偶然とは思えない。ああ、誰もが怪しいと思うぜ。男性の親族ももちろんそう考えたんだろう。2008年6月に筧千佐子は男性の長女に対して、投資の配当金を含み、4800万円を返済しているんだ。ほう、返済するなんて意外だわ。実は男性と多額の金銭のやり取りがあったことが男性の親族にバレてしまったため。疑いの目をそらすために返済したんだ。そしてこの時に返済に充てたお金は、別の男性を丸買いして受け取った遺産で支払っているんだ。2008年4月、大阪府松原市の男性と3度目の結婚をするが、同年5月17日に亡くなっている。この男性は生前に公正証書で、全財産を筧千佐子に相続させる、という遺言を作っていたために、5800万円の遺産を相続しているのだが、この遺産を返済に充てているんだ。結婚して1ヶ月の妻に全財産を相続させる遺言を作るなんて不自然すぎるわ。しかも亡くなるわずか5日前に作成しているんだぜ。タイミングが良すぎるよ。それにこの男性と結婚する前月には、交際中の奈良県奈良市の男性が亡くなっていて、同じく全財産を筧千佐子に遺贈する、という遺言書を公正証書で残していたんだ。交際男性が亡くなって1ヶ月後に結婚して、さらに翌月に亡くなってしまうなんて、男性関係が随分スピードアップしてるよ。2012年3月9日に大阪府貝塚市の男性が亡くなった。男性は筧千佐子と喫茶店で会っていて、店を出た直後に転倒、その後丸坊が確認され、当初は病丸と見られていたが一連の事件発覚後に、偶然残されていた男性の血液から性マル化合物が検出された。男性がかけていた生命保険の丸坊保険金受取人は、半年前に筧千佐子に変更されていたんだぜ。こんなに立て続けに生命保険金を受け取っていてもバレないものなのね。また公正証書で、亡くなった場合は全財産を筧千佐子に遺贈する、という遺書も作成されていたため、預貯金や保険金、そしてマンションの売却費用などで1943万円の遺産を取得していたんだ。当時は肺がんのためとされたので、司法解剖は行われていない。これも、筧千佐子に全財産を遺贈する、という遺言が残されたぜ。よくもまあ、同じ手口で、そして1538万円の遺産を取得したんだ。20年足らずの間に筧千佐子と交際や結婚していた11人もの方が亡くなったが、起訴されたのは4件のみ。残りは証拠不十分で不起訴になってしまったんだ。もっと早く分かっていればね。
数々の男性を不幸にした筧千佐子にはどんな生い立ちがあったのかな。筧千佐子は1946年11月28日に長崎県長崎市に生まれた。だが母親が未婚だったために育てることができず、福岡県八幡市、現北九州市に養子に出されているぜ。養子先でどんな子供だったの？養子先は非常に厳格な家庭だったそうで、家庭ではおとなしかったかもしれないが、気が強く言いたいことはずけずけというはっきりしたタイプに育った。勉強は得意だったが運動が苦手で、体育の評価があまり良くなかったらしい。そこで中学生の時先生に、私は運動ができないができないなりに頑張った。だから体育の点を上げてほしい、と言ったそうだ。まだ中学生でそんな交渉ができるなんてすごいよ。ああ、成績優秀の筧千佐子は、福岡で有数の進学校の県立東津久高校に進学した。高校生になると校内では評判の美人になり、手芸部にも所属し成績も優秀で落ち着いた印象だったので、筧千佐子ファンの男子生徒も多かったそうだぜ。美人で成績優秀で、ドラえもんで言えば静香ちゃんみたいね。芸能人で言えば誰に似ていたのかな？一説では野際陽子さんに似ていたと言われている。憧れの存在だったことが伺えるが麻薬の証言もある。おとなしく目立たない存在で、モテていたということは知らないと語る同級生もいた。なるほど、複数の男をモテ遊んだことで、憶測が飛び交ったのかもしれないね。そして本人は大学進学を希望していたが、家庭の事情で断念し地元の都市銀行に就職したんだ。当時の九州の田舎では、女が大学に行くなんてとんでもないという風潮だった。先生からは九州大学なら絶対に合格だと言われていたし、もっと上も目指せると言われていたのに。この時に大学進学できなかったことが人生の分かれ目だった、と本人は語っているぜ。でも都市銀行への就職も安泰だしすごいと思うけれど。ああ、本人も高卒ではまず入れない大きな銀行に就職し、そこでもよくできると上司から評価されていたそうだ。幼い頃に養子に出されたとしても、大学に進学できなかったとしても、人生を踏み外す理由なんてなかったと思えるぜ。筧千佐子はどんな家族構成だったの？筧千佐子の結婚前の家族は大手製鉄会社勤務の父親と、専業主婦の母親と兄が一人いた、一般的なごく普通の家庭だよな。現在家族が何をしてるのかは不明だが、筧千佐子の年齢から考えて、養父母は存命ではない可能性が高い、兄も存命だとしてもかなりの高齢だぜ。養女だったことは知っていたの？いや、生まれてすぐに養女に出されたので、成長するまで知らなかったようだ。育ての親のことを尊敬しているとも語っていて、良い両親だったし、実家のご家族は一連の事件とは全く関わりがない。子供はいるの？筧千佐子には最初のご主人との間に二人の子供がいたんだ。1970年に長男が生まれ、1971年には長女が生まれているぜ。年子の子供がいたのね。もう50歳を過ぎていると思うけれど、現在は何をしているのかな？子供は二人とも私立大学に通わせたようだが、その後の情報はほとんどないぜ。ただ、大阪に娘名義の高級マンションがあり、筧千佐子が別宅として使用していたという報道もあった。現在では面会は愚か、子供たちから手紙が来ることもなく、絶縁状態だと噂されているぜ。育ててくれた母親とはいえ、こんな犯罪をしたことが分かったら許せないよ。筧千佐子が最初に結婚したのは1969年で、大阪府貝塚市に住む男性だった。都市銀行に勤めていた1969年に、友人と共に鹿児島県桜島に旅行したんだぜ。その時に知り合い同年結婚している。最初は偶然出会った人との恋愛結婚だったのね。双方の家族から反対されたが、二人は愛を貫きめでたく結婚、子供にも恵まれていた。夫は印刷工場、一説では町工場を経営していたので、筧千佐子は友人たちから玉残しと羨ましがられていたそうだ。だが、安い中国製品に押されて経営は次第にうまくいかなくなっていった。苦しい経営状況が続く中、1994年にわずか54歳で夫が病丸してしまったんだ。夫はまだ若いのに気の毒だよ。そして筧千佐子には2000万円もの借金が残ったが、実家や亡き夫の親族や友人からお金を借りて、工場の経営を続けるが2001年についに廃業してしまった。そして土地と建物は競売にかけられてしまったんだ。亡くなっていても、夫の親族や友人も助けてくれていたのだから、信頼関係があったのかな？いや、夫の親族との関係は良くなかった。筧千佐子は差別的な扱いを受けていたそうで、そのことに本人は腹を立てていて友人には、北九州は近代産業発展の中心になった八幡製鉄所がある地域で、そこの出身者がなんでこんな田舎の人に馬鹿にされなければいかんの、とこぼしていたらしい。
差別的な扱いは良くないけれど、筧千佐子の言い分もよくわからないわ。親族にも問題があるが、筧千佐子の考え方にも嫌われる原因があるように思うぜ。この後、筧千佐子は前述でも解説したが、結婚相談所で知り合った男性と2006年から、2013年までに3度の結婚をしたが、いずれも丸別していた。このうち3人目の夫は証拠不十分で不起訴になったものの、2人目と4人目の夫の丸坊については起訴されているぜ。バツ4の人は、他にもいるかもだけど、4人全員丸別はなかなかいないと思うよ。筧千佐子はリアル御採用と呼ばれているけれど、小説御採用の元ネタなの？黒川博之原作、御採用のモデルは筧千佐子だと言われることもあるが、無関係だ。映画化やドラマ化で認知度も高いことから噂になったんだろうな。そうだったのね。筧千佐子のどこが御採用のゆえんだったのかな？筧千佐子が登録していた結婚相談所の所長がしている証言から、筧千佐子の御採用活動を探ってみよう。まず結婚相手への希望条件は年収1000万円以上で、年齢は80歳から90歳でも構わない。年齢に上限はなかったそうだ。健康でなくてもいいし、初婚も再婚も丸別も問わなかった。また財布は旦那ではなく筧千佐子に任せてほしいと言っていて、とにかくお金に執着していたようだ。愛に年齢は関係ないというけれど、その希望条件は遺産が目当てだと言っているようなものよ。病気を持っていても私が治してあげるとか、一人者で気楽な人だったら自分がちゃんとしてあげると言っていたぜ。とにかく男を騙すのが得意だったという筧千佐子は、自身のお見合い写真を写真屋で上手に撮ってきたそうだ。最初は写真なしで身上書だけで、相手を探してほしいと希望していたが、写真がないと相手から申し込みがないというと、どんどん写りの良い写真を持ってくるようになったんだ。確かにお見合いには写真が命だわ。写真写りの良い筧千佐子にはお見合い申し込みが多く来たらしい。そんな筧千佐子の魅力はとにかく愛想が良いことで、出会った男性の話を親身になって聞いてあげたそうだ。確かに自分の話を楽しそうに聞いてくれる人には好感を持ってしまうよね。被害者は全員70代の独身の高齢者だから、話し相手が欲しかった人も多いだろう。そんな時に親身に話を聞いてくれる明るく優しい女性が現れたら、好きになってしまってもおかしくないぜ。またなんといっても男性を引き込む話術を持っていて話のテンポが良く会話のトーンが良かったそうだ。話しているうちに術中にはまってしまいそう。ああ、男性側からすると何らかの魅力を持っていると感じるようだぜ。筧千佐子と会話をするといつの間にか好きになってしまうという話術を持っていた。会話すると好きになる話術、気になるよ。結婚相談所の講師とかが転職だったんじゃ。筧千佐子に詳しい人が言うには100人いたら95人は騙されるということだ。またなんといっても筧千佐子の一番の魅力は床上手ということだぜ。夜を共にした男性はそれだけで筧千佐子を好きになってしまったらしい。中にはそれだけで、資産を全部渡すと約束してしまう男性もいた。どれだけテクニシャンなの？また筧千佐子は逮捕前の取材で、男が私に求めるのは料理と洗濯、そして夫婦生活、と語っているぜ。実は2013年12月に4人目の夫が亡くなって以降も、結婚相談所を通じて複数の男性と交際している。大体、喪に服さないのがおかしいよ。悲しければ喪に服すよな。亡くなった夫の生前から交際していた男性とも密会を続けていたんだ。その頃、京都府警は密かに捜査を続けていたので、筧千佐子と会っていた男性たちに接触し、それとなく警告したが一度別途を共にすると、離れられなくなってしまう人が多かったそうだぜ。さらにすでに現役を退いている高齢男性をも虜にするテクニックを持っていたんだ。ふむふむ。それだけでなく、夫には、愛する〇〇さんあなたに会えて幸せ、などのラブメールを送っていた。他にも健康管理をするのは妻の務めとして、栄養ドリンクの購入もしていたんだ。人脈を作りたい筧千佐子は結婚相談所の所長にも、一泊くらいならお付き合いするよ、と誘いをかけていた。いい人を紹介してねってことかな。高齢者に金銭目的で近づき、ひとときの夢を見させて、命を奪い、財産も奪うことを御採用というが、肉体とお世話を武器に、高齢男性を虜にした筧千佐子は、まさにリアル御採用の女だぜ。筧千佐子が逮捕されるきっかけになったのは、2013年12月、京都府向こう市の当時75歳の男性が亡くなったことが発端となっている。2013年12月28日に男性が自宅で倒れていると通報があり、救急隊員が駆けつけるが、すでに心肺停止の状態だった。そのことに不審を抱いた警察が司法解剖を行うと、血丸量をはるかに超えた性丸化合物が検出されたんだ。当然2013年10月に結婚し、一緒に暮らしていた妻の筧千佐子に疑いの目が向けられた。
まあ、それはそうよ。だが、私はやっていない知らないの一点張りで、犯行を認めようとはしなかったので、事件は膠着状態になった。そんな筧千佐子と事件の存在が一部メディアで知られるようになり、他にも周りで複数の男性が亡くなっていることが分かったんだ。当時は事件性がないと判断されたため、資料がほとんど残されていないことが障壁となった。だが、捜査を重ねて京都府警はついに夫を丸返した容疑で、2014年11月19日に筧千佐子を逮捕したんだ。結婚後、たった2ヶ月で犯行に及んでいるのね。私でも怪しいと思うよ。筧千佐子は当時1000万円の借金を抱えていたことも分かった。さらに1994年以降、筧千佐子の周辺で11人の男性が亡くなっていて、総額で10億円の遺産を受け取っていたことも明らかとなったんだ。4人目の夫の丸によって、捜査が進み一気に逮捕に至ったんだ。大勢の男性を丸買いした動機って何だったの？いくつかあるが、有力なのは最初の結婚でお金に苦労したことではないかと言われているぜ。夫が経営していた印刷工場が経営破綻し、多額の借金を抱えた。また筧千佐子自身も金遣いが荒かったんだ。それに子供の私立大学の学費など、とにかくお金には苦労したそうだ。経営破綻や学費はともかく、金遣いの荒さは自分が悪いんじゃ。まあ、誰しもそう思うよな。事件の捜査員は最初の結婚の時の一連の出来事が、その後の犯行動機になったのではと推測しているぜ。またプライドの高さも原因となったと見られているんだ。どういうこと？幼い頃から成績優秀で、高卒であっても、エリート銀行員として高く評価されてきた。けれども最初に結婚をした夫の実家は九州のみかん農家で、筧千佐子は分家の嫁として虐げられてきたそうだ。こんな人たちに馬鹿にされるような人間ではない、成功して見返してやりたい、という気持ちがあったのではないか。それは悔しかっただろうけれど、だからといってね。他にも自身の生い立ちにも原因の一端があった。生まれてすぐに里子に出された筧千佐子が、両親と血のつながりがないことを知ったのは成人後のことだった。生みの親を名乗る女性から手紙が届き、出生の秘密を知った。育ての母は子宮の病気をしていて、子供が産めないためにもらい子をしたそうだ。育ての両親は模範にしたい親で、今でも尊敬していると語っているそうだぜ。育ての親を尊敬しているのに何が問題だったの？生みの親については一切言及していないので、出生の秘密は知りたくなかったのかもな。動機としては弱い気もするが、出生の秘密を知りそのショックで、人格が変わった可能性もあり得るかもな。筧千佐子の裁判結果はどうなったの？筧千佐子は3件の丸人罪と、1件の丸人未遂罪で起訴されたんだ。2017年6月26日に京都地方裁判所で、第一審公判が開かれた公判では、主に認知症を抱える筧千佐子の責任能力と訴訟能力、そして本人の供述以外の直接証拠が少ないことが争点となったぜ。認知症だったの？法廷の被告人の質問ではしきりに、覚えていない、という言葉を使い認知症が疑われた。一審終了後に、筧千佐子と面会した週刊誌の記者は、法廷の時とは様子が違った印象を受け、刑を回避するために認知症を装っていたのでは？と感じたそうだ。確かに、演技力高そうよね。弁護側は筧千佐子の認知症進行により、責任能力も訴訟能力もないとして無罪を訴えていて、その訴えにより、2016年5月から6月に精神鑑定を行ったが、犯行時には同時期に複数の男性と交際し、正確なスケジュール管理を行っていたことや、被害者の丸5には、自らの手で遺産取得手続きを行っていることなど、一貫性のある行動をとっていたことが認められた。複数の男性とお付き合いしてダブルブッキングしないんだから、スケジュール能力高いわ。とても認知症とは思えないよ。2015年に軽度のアルツハイマー型認知症と認められたが、そのことは犯行には影響を与えないと判断したんだ。そして、犯行時は認知症や精神疾患には罹患していなかったことが認められたぜ。同年10月の論告求刑後半で検察側は極刑を求刑したんだ。翌日の最終弁論で弁護人は無罪を主張し、筧千佐子本人は、すべて弁護士に任せてあり、私から言うことはありません、と述べて決心したんだぜ。極刑求刑後に筧千佐子は関西放送宛てに手紙を送り、今は生きていくことがしんどいが、自丸する勇気もない、と述べていたそうだ。手紙書くなんて随分余裕があるよ。また逮捕のきっかけとなった夫の丸外も認めていた。認めているの？それだけでも認知症じゃない気がするわ。2017年11月7日の判決公判で、認知症を最大限考慮しても、極刑を回避すべき事情はない。として裁判官は求刑通り極刑を言い渡した。判決理由は、
筧千佐子が処分したプランターから一般的に入手困難だった精丸化合物の入った袋が見つかったことで、事件への使用を事実認定したんだ。確かにそうよね。目的がなければ持っているはずないよ。でもどこから手に入れたの？印刷会社を経営している時に出入りしていた業者から手に入れたと供述しているが、業者の特定には至っておらず、入手ルートは謎のままになっているぜ。そこがわからないのも怖いよ。また筧千佐子は、被害者と夫婦や交際相手であったために、疑いを持たれずに服用させることが可能であったとした。さらに、被害者が亡くなる前後に筧千佐子が被害者の遺産取得に動いたことで、犯人は筧千佐子しか考えられないと述べたぜ。一審では責任能力と訴訟能力が共に認められ、また事件への関与も認められて、極刑判決を受けたんだ。11人も周囲で亡くなっていて起訴できたのは4件でも丸刑は免れないと思うよ。ああ、一審の判決後弁護団は即日控訴した。控訴審は2019年5月24日に初公判で行われ、弁護人は改めて無罪を主張し、第一審前の精神鑑定で、完全責任能力があると診断した精神科医は、認知症専門家ではなく信憑性は極めて薄い、と主張し、公判の中止や、再鑑定を要請したが、裁判長はどちらも却下し、訴訟能力があったことは明白として、第一審の極刑判決を支持した。高裁でも極刑判決が下されたんだね。弁護人は即日上告し、決着は最高裁まで持ち越された。2021年6月8日に上告審の公判が行われ、弁護側は改めて無罪を主張し、検察側は極刑を求めたんだ。同月29日に、上告審判決公判が行われて、裁判長は筧千佐子の上告を棄却する判決を言い渡し、筧千佐子の極刑判決が確定したんだぜ。なるほど、2021年には極刑が確定しているんだね。裁判は長くて大変だけど決着がついてよかったよ。極刑判決を受けた筧千佐子だけれど、もう刑は執行されたのかな？いや、現時点では丸刑囚として大阪拘置所に収監されているぜ。2015年時点で軽度のアルツハイマー型認知症だと、診断を受けていたけれど進行しているのかな？2021年にインタビューに答えているが、私はボケていないからね。何を言われようときちんと理解しているから、ボケてたら幸せだわ、と言っていた。なんでボケてたら幸せなの？丸刑のことは覚悟しているが、拘置所で何もすることがなくて辛い。丸刑や事件のいらんことを思い出すからと答えているぜ。いらんことだなんて、全然反省してないわ。また別の週刊誌の記者も、長い拘置所生活で認知症が進行していることを危惧していたが、やり取りする限りでは3年前から変化はしていないと語っているんだ。現在ではわからないが、2021年時点では認知症は進行していないようだぜ。だが一方で、関係者の証言によると、健康に問題はないながら弁護人との面会時は、記憶が曖昧で認知症の進行も見られるというぜ。弁護人は今も面会を続けているのね。弁護側の活動は今も続いていて、2022年10月14日には京都地裁に再審請求を行っているぜ。再審請求したことについては、ありがとうございます、とお礼を述べたそうだ。ノンフィクションライターの小野和光さんの著書、全国博5採用の女、筧千佐子の正体、の文中によると、筧千佐子と面会を続ける中で、恋文のような手紙が送られてきたというぜ。恋文ってラブレターということ？どんな内容だったの？閉じ込められた場所にいるので、人恋しいのです。こんなところ？シューン、にいるのに、こんな出会いがあるなんて夢のようです。夢なら覚めないで、自分が犯した罪を消しゴムで消したいです。夢のようなこと言ってすみません。だからといって丸の勇気もないダメな女です。シューン2回目です。などと書いてあった。シューンが気になるわ。落ち込みをユーモラスに表現しているということだぜ。またあの世の住民に、など、極刑を連想させる言葉もあった。子供のことは何とも思わないが、飼っていた犬のことになると涙ぐむこともあり、私が亡くなったら、棺には犬の写真を入れてほしい、と語ったそうだぜ。また自分が亡くなった後は臓器を寄付したいとも語ったぜ。お子さんとは絶縁状態だからね、お子さんの気持ちの方に共感するよ。小野和光さんとは丸刑の直前まで会いたいと手紙には綴られていたそうだ。どこまで本気で言っているのかわからないが、この手口で多くの高齢男性を虜にしたことがわかる。獄中にいたとしても、とりあえず男性には媚びてしまうのかもしれない。捕まって判決を受けた後も一貫しているのね。最後の最後まで女を使うということなのかもな。小野和光さんの著書からは、筧千佐子は犯行時も今も変わっていないということがわかるぜ。反省はしているの？被害者への謝罪の言葉が述べられたことはないし、消しゴムで消したいと手紙に書いているくらいだから、反省しているとは思えないな。
捕まってしまったから事件を後悔しているというニュアンスに聞こえてしまうよ。ああ、被害者や遺族の方が本当にお気の毒だぜ。被害者のご冥福を心からお祈りしたいよ。ということで今回は、筧千佐子について解説したぜ。11人もの男性が筧千佐子の周囲で亡くなっているのに、4人しか起訴できなかったことが悔しいよな。尊敬していた両親が実の親ではなかったことは、同情する部分もあるかもしれないが大事に育てられて、銀行員としてのエリートコースにも一度は乗っていた筧千佐子の生い立ちに大きな問題があったようには思えない。最初の結婚で虐げられてお金の苦労をしたというけど、夫の生命保険で借金返済ができたのだしね。ああ、借金返済をして今回も出ていくらでもやり直しができたと思うぜ。結局は楽をしてお金を儲けたいという楽な道に安易に流れてしまったことが原因ではないかな。二度とこんな事件が起きてほしくないから、この事件については深く考えていく必要があるように思うよ。みんなの意見や感想などがあればぜひコメントしてくれると嬉しいぞ。よかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。